みなさん、こんばんは中西由里です偉人素顔の履歴書アフタートーク番組収録後に番組の中ではご紹介できなかったエピソードなどを歴史家の各郷蔵先生に YouTube でたっぷりと語っていただくコーナー偉人こぼれ話のお時間ですさあ、今回のテーマはこちらの人物です2022年8月27日に放送となります アザイン長政編の見どころなどを放送に先立ってお伝えしながら収録でちょっとねお話できなかったなんていうエピソードがあれば先生にたっぷりこの場でお話しいただければと思います、はい、ちょうど先ほど、ね、アザイン長政収録が終わったとホヤほやなんですけれども、ねうん、やっぱり本当にアザイン長政はもう信長に,まあ本当に早々に若くして 取られてしまったっていうイメージが強いですけれども、うん、でも、実はすごく優秀な人物だったというところが。ね、はい、結構、まだ知られてないのかなという気がしますね。うん、先生から見て、浅井長政の一番、ここ見てほしいというポイントはどこでしょうか、うん。あの、やはり、浅井長政の、浅井長政のポジショニングと言いますかね。えー、信長に対する、右手、左手というものがあるならば。右手に徳川家康、左手に浅井長政なわけですね。 えー、やがて、えー、浅井長政が亡くなる亡くなった後にその、えー、入ったのが、えー、後の秀吉なわけですねそう考えてみると、えー、信長の次に、えー、天下人になったのが秀吉ですから、えー、極端な言い方をするならば浅井長政にもそのの可能性があったんではなないかなあ<ー>あの非常にあの可能性がありながら今一つその顧みられてないそういう残念なところが あの彼にはあるような気がしますねやっぱりそれはあまりにも若くして亡くなってしまったからっていうのもあるんですかね、うん、なんか信長に逆らったというところだけが強調されてて<ー>でしかもイコールすぐ負けたというう話になってしまうう、えー、残ってるのは何かというと娘3人が徳川あるいはそのおなんて言いますか豊臣もそうですけれども天皇家にまで血が入った。 そういうその、えー、こぼれ話のようなところで終わってしまうわけですね。そうですね。本人が評価されてないような気がしますね。あの奥さんのねお市の方という、はい、まあ存在もありますから、うん、やっぱりそのイメージでちょっと終わってしまってて、うん、本人ってじゃあどんな人だったのというところがなんかあんまりみんな注目してないかもしれないですけどね。うんはい、だからねよく言うんですけども、有名人を再評価するのも大いに結構なんですけれども、その有名人の周囲にいた人。 それを改めて学ぶことはその本来知りたいであろう有名人を知ることにもなりますし新たなる発見がその見てる人テレビを見てくださってる人に与える影響というのもやっぱあると思いますね。そうですよね、うん、確かに あのやっぱり浅井長政というとまず織田信長と最初はまあ同盟関係を結んでいたのに、はい、まあ最終的には朝倉との同盟を優先して結果負けてしまったっていうのがまあ大まかな流れなんですけれども一番今日ちょっと収録で面白いなと思ったのは当時の選択としては信長につかなかったことがまあ本当に一番妥当な選択だったっていうところがすごく意外だなと思って。はい 結果論で見るとみんなああそこで足といたらよかったのにって言うじゃないですか <laughs>、うん、でも実際はそんなこともなかったっていう、うん、あのね歴史の研究というのはどんどん進んでるんですねかつてはそれこそ朝倉義景あるいはそれは朝倉家に対する恩義があるから浅井長政は、えー、信長よりもかつての同盟を優先したとこういう言い方をするんですね、はい、してきたわけですけれども最新の研究ではそうではなく あんまりその2つのつ家は関係なかったとうん、うん、むしろ浅井,浅井家の家そのものに問題があったんではないか、えー、要するに機内であるその浅井家というのは織、えー、田信長の織田家とはまた違う構造になってたとそれが導き出した一つの答えではないかというふうに変わってくるだから、えー、もう思い込まないで新しい学説っていうのはどんどん進んで出てきますから。はい そういうのもこの番組では見ていただきたいところですね。そうですよね。だからもしかしたらその阿斉と朝倉の関係というのも今まで私たちが知っていたのねイメージとは全然違うものだったかもしれない、はい、っていうところが。でおそらくそういうふうに変わってくるもんだと思いますね。うん。うん、そうですね。なんかそういうのを知るとよりこうまあ阿斉長政っていう人のまあその判断の的確さだったり優秀さみたいなものも理解できてくるじゃないですか。はい ですからね、もう今日の話の繰りごとになるかもしれませんが。私は浅井長政という人間はやはり優秀な人だったと思う。たった一ついけなかったのは、相手が悪かった。<laughs> 織田信長という常識が通用しない。<laughs> ええ、非常に反射神経のいい人を相手にしたがための悲劇ではなかったのかなという気がしましたね。うそうですね。もう信長が相手だと、ちょっと。何をするかわかんないっていう、うん、ところがありますもんね。はい 普通常識的に考えたらこうするだろうと思うことを信長としてはしない人ですから、はい、それをその常識ある人間が判断できるかというところがまた難しいところですね,ですね。やっぱり信長から見ても、まあ自分のまあ義理の弟になるわけですもんね。うん、自分の妹の旦那さんである阿斉長政のことはまあ失いたくないっていう部分もあるわけじゃないですか。もともと信長が惚れて、えー、その阿斉長政っていうのはいいと。 評判も聞いてるし、ぜひにというふうに思ったわけですよね。<ー>だから、彼のその天下夫婦構想の中では、浅井長政の締めた一致っていうのは、決して小さいものじゃないわけですね。うん、それに応えるだけの力量を持ちながら。では、なぜ、その、それを途中にして失ったのか。二十九歳という若さで死んでしまったのかというのを、もう一回、この検証してみる。これは、あの、学べることが、特に若い視聴者には多いのではないか,か、という気がしますね。そうですよね。 もうなんかこう信長みたいなタイプと対峙した時のね、うん、対処法だったりとかいう、はい。どうしたらいいのかっていうのねあるかもしれないですね。うん、はい、各先生ありがとうございました。さあ、ここで予告 V. T. R. が出来上がっているので、えー、こちらをご覧ください。信長に牙をむいた近江の偽将、浅井長政。義理の兄信長を裏切った真意とは。 他人からしたら非常に使えて良かったなっていうような君主だったかなと信長の後を継いだ可能性というのはないとは言えないですね日本の歴史を変えた偉人の真の姿を現代の世に映し出す偉人素顔の履歴書浅井長政は8月27日土曜日夜8時放送です浅井長政編は8月27日土曜日夜8時 BS11 で放送ですどうぞお楽しみに さあ偉人こぼれ話では視聴者の皆様から各先生に寄せられた疑問質問に先生にズバリ答えていただいています。えー、題して教えて各先生のコーナーです。えー、早速番組サイトに届いた質問をご紹介していきます。えー、まず一つ目ですね岡山県にお住まいのペンネーム高校学生さんからいただきましたありがとうございます。 武将同士の戦いが起こると相当な人数が負傷したり死亡したりすると思いますがそれによる人口減少や労働者不足が問題になったことはないのですかという質問なんですがいいかかがですかはい、あのそもそも忠誠はですね人間ががが土地に縛らられれてて生きいるわわけででですねこれは武士ああろうが農民であろうう農民変わらないそれが大きく変わってくるのが織田信長の登場になるわけですね。 専属家臣団というのでできて銭で足軽を雇うことができるもうこの場合でいう足軽というのは農家のなんだ次男や三男でその国元にいてもですねうだつが上がらないとでまあ都へ出てきたりいろんなところをほっついてるそういう人間をその足軽として雇ってくるわけですね。そういうい形で人間の移動というのが始まったのは信長の天下風が始まってからの話になるわけですね。 でそういう中で合戦があれば当然、えー、人は亡くなったりします。でもね一方において例えば、えー、非常に残酷なことでありますけれども、えー、人を売る位一っていうのが出てくるんですね。人を売る一。はい。<ー>あの、えー、負けた方の人間あるいはその占領地の人間を、えー、売るわけですね。はいはいはいい。でまあ大体見てる記録では失礼ながら男性の方が力が強いからでしょう高いんですね。ああ<ー>うん。 女性の方はちょっと安いんですね。うん。だからそういうふうなことをしてもあのいわゆる労働力というものを回復するために補充をしているわけですね。でこれは海外の例にもなりますけれども、あのバテレン追放令が出たときにキリシタンをその海外に出せというふうに話が出たときに問題になった一つは日本人が売られてるって話があるんですね。でそれは困ると。 日本人を売るなんてとんでもない話だということで止められたということがあるんですが、うん、この「首都会」というのは室町時代のみならず中中世を全体的に見て日本中であったことなんです、ね、ああそうなんですね、はい、あの,その辺のところはその人口を維持するためにそれぞれがどういう工夫をしたかを考えてみると、まあ、そういうこともあったということは言えると思いますね。じゃあやっぱりそういうううい戦乱のよにに一気にこう、うん 人がたくくさん亡くなって、はい、まあ人手不足になった人口減少、うん、まあそういう問題があったっていうのは実際あるということなんです、うんうん、あの人口問題がが一気にで出ててくるのは信長が活躍し始めてからなんです、ねはい、それまでは庄屋、えー、さんが武将をやりお百姓さんが足軽をやってますから<ー>普通合戦というのは村隊員で行くわけですね。はい、気心の知れた者同士で戦うわけですけれどもじゃあ中世の信長が登場するまでの合戦はというと。 来たぞと顔を見せてほら俺は来ただろうとお前もいるよなというお互いがお互いのメンツを見せてじゃあなというかそうで別れるんですよああ、え実際じゃあドンパチ戦うん、でドンパチというかその叩くあるいはその切り合いをするというのは前衛の人間がちょこっとやるだけなんですああだから怪我をするとか死ぬっていうのはすごく少ないわけですねああそうだったんですねはい。じゃあ信長が登場して以降の中世で、うん 初めてそういう人がたくさん亡くなってしまうような激しい戦いが行われるようになったという、はいはいえー、すなわちその労働人口が減ったらですね困るのはそ,のそれぞれの国なわけですね。そうですよねしたがって死なないようにするのが当たり前で合戦というのは要するにメンツを立てるためででかったたわけですね<ー>ただ,だたね時折例外というのがあって第4次川中島の戦いがそうなんですけども霧の中で遭遇したために 相手が目の前に来てしまったわけですね。<ー>で、お互いにあのなんて来たぞということを言う前にですね。遭遇したもんですから、ーカーッとなってワーっとなってですね。<ー>気がついたらもう総力戦になったわけですね。で、うう大変な数の人間が<は>あの怪我をしたという風うに記録にありますけども、はい、そういうのはもうほっして、その想定してなかった時の戦いになるわけですね。わかりました。ありがとうございます。さあ、では続いての質問です。 海外にお住まいのペンネーム柴犬さんからいただきました海外にも柴犬がいるわけですな <laughs> 柴犬、うん、お好きなのかもしれない、ねうん、私も好きですよ柴犬は柴犬、うん、大好きですよねえ武士が罪や責任を負って切腹することはあったと思うのですが病気になったその治療のために医師が武士の腹を切るようなことはあったのでしょうかまた盲腸になった武士の治療はどのように行われていたのでしょうか 盲腸になった場合は、ほっていたのでしょうか、という、ご質問ですね、はい。あの、非常に的を得た質問だと思いますね<あ>、えー。戦国時代を考えると、当然のことなら浮かんできていい、疑問ではないかと思うんですけども。あの、戦国時代に、腑分け、すなわち、あの、体にメスを入れて。体をですね、開くというようなことは、やってないんですね。外科手術、は、してない,、はい。で、あの、いわゆる、なんて言いますか、怪我をした、それを縫うとかですね。 えー、その一部分をどう,どうする、こうするっていうのはあったんですけれども、えー、基本的にはありません。ああというよりも、医学そのものが発達してないんですね。うんうん、で、あのだいたいその医者というのは、戦国時代の前、特にそうなんですが、あの合戦に行けない人が任命されるんですね。あ、そうだったんですか。あの言葉を悪く言えば、臆病な人が医者をやるわけですね。へ で臆病な人が、えー、後方にいてけがをした人間を治療するわけですけれども<ー>治療する方法がその特に発達したわけではないわけですねあの漢方薬があってそのこういう病気にはこういうのが効くとかこういうけがにはこういうのが効くっていうのはあったと思いますよしかし実際にその,塗ってどうのこうのとかですね例えば切られたと、えー、内臓が見えてるとじゃあどうするかといいますとそのまま塗っただけなんですね。はあ 治療というよりも、はい、まあ閉じたみたいな閉じただけなんですね。閉じただけ中にはあの記録にあるのは信じられないんですけどもあの馬のですねええいわゆる糞をそのまま入れてですね、えー、そのまま閉じるとかですね。なんかそれ別の病気になりそうですよね。まずそんな気がしますね。はい、あるいはその馬のその糞便を飲ませるとかですね。ああもうじゃ全然なんていうんですかもう。 医学っていうものが、うん、医学というよりはそのあの信仰の世界です、ね。そうですよね。あの医学じ信じるものは救われるで、あ,あの、うん、医者と称する人間がこれで助かるかもしれんと言ったらそうすると、<ー>それだけのことで根拠はあるのかというとう、ね、何にもないと。<ー>それがあの戦国時代の医者なんですね。そうですか。それがまあ今のような医学みたいなものが登場したのっていつぐらいが最初なんですか。もちろん医学そのものはあの古代に入ってきてるんですね。 しかしその医学の中でその今日も通用するものがどれだけ残っているかを考えてみるとまあ鎌倉時代以降それぞれその貴族社会には医者っていうのは存在するんだけれどもさあ一般の庶民の中に通用する医者がどれだけいたのかなとほとんどはあのいわゆるその漢方薬あるいはその薬ですね。 それを調合することのできる人はあの民間にも多かったと思うんですけども縫うとか手術をするとかあ,のあるいは切断するとか、まあ、切断はやってたんですけれどもあの分かっててやるその治療というのはほとんどなかったということです、ね、ああたんでしょうね。外科、うん、手術みたいなの簡単に言いますとあの江戸時代の少し前、えー、いわゆる南蛮貿易が流行る頃に。 少しししままともな医学が入っててきましたね<ー>そして完全にあの今日の原型といえるのは幕末になってからですね過ぎた原爆が現れたり、えー、その辺の時に初めてあの西洋医学の不破系いわゆるその、えー、手術に相当する部分が分かってくるわけですね。 じゃあまあ戦国時代に仮に盲腸になってしまったような負傷がいてもあ何もできなかったというのが実際のところなんですかね。うんはい、もう見守るしかないと。見守るしかないと。あるいはもうそれこそごまを炊いてですね、あのー、祈るしかないと。<ー>それもあの当時はあの医学な。んですね。ありがとうございます。佐伯先生のご質問は BS11 の番組ホームページから投稿していただけます。皆様からのご質問お待ちしております。 そしてえ偉人素顔の履歴書は毎週土曜夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひチェックしてくださいそして YouTube でお楽しみいただける偉人こぼれ話も合わせてチェックしてください毎週火曜日配信ですそれではぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次回お会いしましょう